余り物のお野菜をこう使って野菜炒めを作ろうというふうに思うんですね。で、鶏肉が余っていたので、この鶏肉をですね、お酒とお醤油でこれ一晩漬け込んでいます。で、なんでこんなことするのというとですね、これ生肉の状態であれば味がよく染み込むんですよ。ですので、まあこういうふうに染み込ませてやっています。で、肉ってね、強火で炒めると硬くなっちゃうので、中火か少し弱い火で、じっくりと炒めてあげると美味しくてふんわりとします。よくパサパサでとかっていうのがですね、強火でやっちまったっていうことですね。で、片栗粉とか小麦粉をちょっとこうまぶしてあげて、ゆっくりと炒めてあげると、まあ、しっとり感も保つことができます。まずはこのお酒と醤油で漬けたやつをスライスして、それで炒めます。その後、このお野菜を一緒に炒めていくんですけども、基本はお酒とお醤油、塩コショウだけが一番美味しく野菜炒めいただけるのではないかなと私は思います。